ドジャースが1日、日本時間2日、本拠で行われるロッキーズ戦のスタメンを発表。大谷翔平投手、29、はこれまで通り、2番、DH でスタメン出場する。また、山本由伸投手、25、が6勝目を目指し、先発マウンドに上がる。大谷は前日5月31日、同1日、の同戦は3打数無安打。出場2試合ぶりに快音が響かず、チームも完敗した。昨年は6月に日本選手では最多となる月間15本塁打を放つなど、大暴れ。今年も6月最初の試合で15号本塁打に期待がかかる。山本は前回5月26日、同27日のレッズ戦で5回6安打4失点。デビュー戦となった3月21日のパドレス戦以来となる2敗目を喫した。